西側諸国で進められている F-35A ステルス戦闘機の導入計画はみんなももう知っているよね。うん、日本をはじめとするアメリカ同盟国は率先して導入しているんでしょ。そのようだな。加えてその波がヨーロッパ諸国にも広がっているみたいだぜ。特に EU の中でもドイツやフランスとのつながりが強かったオランダが F-35A ステルス戦闘機を導入したことには軍事アナリストも驚きを隠せなかったみたいだな。うんうん、さて今回はそんなオランダの動きなど F-35A ステルス戦闘機の配備状況や世界における F-35A 戦闘機配備状況を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年12月、オランダ国防省とオランダ空軍 RNLAF は現在運用中の第4世代戦闘機 F-16 ファイティングファルコンの後継機種として選定した第5世代ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2の初期作戦能力 IOC を取得したことを発表し、実戦配備が可能になったことを明らかにしたよ。こうしてオランダは F-35A を次世代戦闘機として作戦行動に投入することを世界中に明らかにしたわけなんだけど、近隣に敵国が存在しないはずのオランダがここまでのスペックの最新鋭戦闘機を導入するとは誰も思わなかったんだよね。F-35A の導入にあたって、オランダ空軍参謀総長であるデニス・ルイト中将は談話を発表し、空軍の将来を見据えた主力戦闘機の刷新において、ようやく新たな一歩を踏み出すことができたと、今回の機種選定がオランダの望む軍事力を満たすために十分なスペックの機種であることを明らかにしているんだ。そして、現在の F-16 が配備されていた30年間では成し遂げられなかったことを、第5世代ステルス戦闘機 F-35A が可能にすることを大きな成果の一つとして挙げているよ。ちなみにこの IOC 取得だが、導入してからの統合運用において必要なノウハウを習得し、戦闘機そのものの点検、補修、メンテナンスなどのあらゆる行為を行えるようになったそうであり、オランダはアメリカ、イギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、ノルウェー、日本に続いて8カ国目となったぜ。この IOC 取得が意味すること、それはオランダが独自に最新鋭戦闘機を運用できることになっただけでなく、IOC 取得済みの各国と合同して作戦を行う能力を手に入れたことをも意味するな。アメリカからすれば、高コストの次世代戦闘機を少しでも他国に購入してもらうことで、開発コストで投じた費用を回収できること、そしてアメリカの同盟国として新たな国を囲い込むことができることで、決して損がない行為だろうぜ。うんうん。特に、オランダが加わったことでドーバー海峡の制空権、あるいは北欧方面の制空権においてオランダの協力を得てそれを確保することが可能となり、EU との共同行動によらず、アメリカとオランダが手を組んで独自の軍事行動を起こすことも可能になったとも言えるもんね。まあ、EU の傘から離れて、オランダが独自の声声を取るかといえば限りなくノーだが、アメリカとしては EU の顔色を伺って声声する選択肢とは別の選択肢を手に入れたことには間違いないだろうな。中国っていう最大の仮想敵国が存在している分、選択肢の幅は広げておいて損はないもんね。F-35A の導入について、オランダ空軍は2024年末までに46機を導入するとしているんだけど、すでに2013年からこの動きは進んでいたんだ。2013年に LRIP 定率初期生産機として2機を購入した上で、アメリカのカリフォルニア州にあるエドワーズ空軍基地で、運用試験及び評価 OTE を受けていたことからも、それはわかると思うよ。LRIP って？ LRIP とは、その戦闘機などを調達予定である国が、アメリカ国防総省の装備品などの量産契約を締結する前に少量を購入し、長期間の試験を徹底的に行い、希望する要求性能を満たしているかどうかを確認する方法のことで、オランダはすでにお試し機関として、アメリカ国内で様々なテストを行っていたみたい。この方法にはメリットもあって、戦闘機を製造する企業は、LRIP を量産の試行段階として利用することができ、テスト期間の間に量産に使用する組み立てラインをあらかじめ準備することや、回収などの要求に応じることが可能となるため、最終的な量産段階への移行を段階的にスムーズに進めることが可能となるんだよね。この努力の甲斐もあり、オランダでは2019年の初号機納入より徐々にその機体数を増加させ、2022年までに24機を受領、パイロット55名、整備士262名の養成を済ませ、機体トータルの飛行時間は9000を超えているとされているんだ。
そもそもオランダは、F-35 の多国間共同開発プログラムにおいて、SDD システム開発実証の段階から開発試験改良整備などそれぞれにおいて重要なパートナーとして参画していたから、F-35A の購入はもはや既定路線だったといえば事実だろうね。アメリカとしては、F-35A を世界的にどんどん販売したい意向を持っており、日本をはじめとする同盟国などにもさらに購入を呼びかけることにしているんだって。現状において、F-35A はアメリカ軍で2443機を配備済み、日本の航空自衛隊にも A 型102機、B 型42機の計147機の導入が決定している状況だね。日本の購入機数は、イギリスの購入機数138機を超えるもので、アメリカがいかに対日関係を重視しているかというのがわかる数字となっているよ。おそらくだが、日本の隣国である中国ロシアへの牽制の意図もあって、これだけの機数を譲り渡しているものと思われるぜ。日本の場合、航空自衛隊でこれだけの機数があって、かつアメリカ空軍が別途日本国内に F-35A を配備運用しているから、日本近海における F-35A の運用機数は、さらに多くなるだろうな。そこまでして中国やロシアを牽制したいのら紛れもない事実だと思うぜ。日本から見ても、中国の脅威に対抗するには独力では厳しいわけで、アメリカがこのような体制で協力してくれる現在の安保体制は、決して悪いものではないよね。あえて言うならば、同盟国なのだから、もう少し機体の購入費用を安価にしてくれた方がいいじゃないか、と言いたいんだろうけど、思いやり予算をつけるほど優しい日本は、そこまで強気にはなれないんだろうね。ちなみに、航空自衛隊では2021年3月末時点で F-35A を21機保有していて、その全てが青森県三沢基地に配備されているけど、次の段階として2025年には石川県小松基地への配備を検討しているとされているよ。また、STOVL の F-35B42機については、宮崎県ニュータマル基地への配備が決定されたけど、これらの飛行隊は現在空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の艦載機として運用されることになっていて、アメリカとの合同訓練も予定されているんだ。 STOVL 機の場合、空母艦載機としての運用の他に、長い滑走路の少ない南西諸島の諸空港での運用も可能であり、仮に滑走路が破壊されても最小限のスペースがあれば運用が可能なことから、南西諸島における航空優勢を保つための戦力としても期待されているところだね。実際に海上自衛隊とアメリカ海兵隊が2021年12月に行った共同訓練レゾリュートドラゴン21では、アメリカ海兵隊の新しい作戦構想である遠征前方基地作戦 EABO における連携強化を目的として訓練を行ったんだ。この時の訓練こそ、F-35B を当初で運用するために必要なものだったってわけだね。そういうことだね。運用方法としては、敵からの攻撃を受けやすい最前線に大規模な拠点を設置するのではなく、整備隊や補給隊などの後方支援部隊を、平時には後方に待機させておき、有事の際に小規模の部隊を速やかに前線拠点に展開させることで F-35B への補給拠点とすることになるよ。このことで、戦況に合わせて随時補給拠点を前線付近に展開するとともに、出雲型護衛艦と合わせて複数の補給基地を確保することで、少ない機数でも短時間での再出撃を可能とすることができ、攻撃に厚みを持たすことが可能となるんだ。実際の訓練では、輸送機によるミサイル発射装置などの装備輸送に加え、輸送ヘリコプターや MV-22B オスプレイ、小型輸送艦などによって人員や物資の輸送が迅速に行われることが必要であり、この点においてもアメリカと日本とが共同歩調が取れるように体制を整えることが必要とされているよ。陸上自衛隊においても水陸機動団を設立し、アメリカ海兵隊と共に離島などへの緊急展開能力を確保する必要性があるとしているんだ。ここで気になるのは中国とロシアの話だな。そうだよね。彼ら2国は、ステルス型戦闘機においては明らかにアメリカの後塵を拝しており、アメリカの航空優勢に対抗するためには質より量で対抗するしかない実情にあるんだ。また、同盟国に対して自国開発の戦闘機の売り込みをかけたいところだけど、アメリカあるいはヨーロッパ諸国で開発された戦闘機の方が性能も良く、それらの顧客確保にも支障をきたしているようだね。ロシアの場合、かつてはアラブ諸国がお得意様だったんだけど、
1990年の湾岸戦争で多国籍軍アメリカ製兵器が主力の活躍をまざまざと見せつけられた結果、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの大口顧客が続々とアメリカ製兵器を導入し、それ以来顧客の確保に支障をきたしているよ。戦争が起きれば、それは武器や兵器の展示会となることは、過去も現在も変わりがないことだな。中国やロシアは、自国製兵器の販売を通じて次世代戦闘機などの開発資金を確保したい意向だけど、それがままならない実情下において、技術革新にも遅れを取ってしまう状況になっているみたい。今後、この2国がどのような方向性を打ち出してくるのかはわからないけど、少なくともアメリカやヨーロッパ諸国の技術を少しでも盗み、自国製兵器の質を向上させなければ、武器などの販路拡大は見込めないものと思われるよ。何より、自国の周辺に最新鋭ステルス型戦闘機がどんどん配備されている状況だし、そのことにも、この2国は大きな不安を抱えていることだと思うよ。やられたらやり返すが当たり前だった軍拡競争時代、そのパワーバランスすら微妙な状況になっていると言っても、過言ではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。